やあ、今日の外部楽しかった？え？本当にジン君？やだ、信じられない。君が僕に会いたいって言ってたから楽屋に入れてあげたんだよ。嬉しい。握手してください。握手だけでいいの？サインもしてあげるし、そうだな、このグッズも開けちゃおう。最高です。一生の宝物にします。今日は会えて嬉しかったよ。ありがとうね。ガーシーさん、お金もらいました？おお、もらったで。この金は仕事と赤岸と俺で山分けや。やった。あの女の子から300万もらったから、一人100万円や。ファンの子と10分くらい会うだけで数百万円も手に入るなんて、美味しい仕事だな。100万円だ。お金、お金。1984年に江東区の閑静な住宅街に生まれた赤西仁さん。そんな赤西さんは、テレビ番組で錦戸亮さんが歌う姿に憧れて、1998年、ジャニーズのオーディションに参加しました。君、いまいちだね。残念だけど、今回は不合格ということで。そんな。オーディションで不合格を言い渡され落ち込んで帰ろうとすると、ユウ、名札返して帰ってね。あ、はい、すみません。あれ？ユウも名札の番号ナンバーワンじゃん。ユウも残っちゃいなよ。え、ジャニーさん。ジャニーさんの一言をきっかけに、ジャニーズに合格した赤西さんは、ジャニーズジュニアとして活動していました。そして2001年にはカトゥーンが結成されます。俺はこれからいろんなことに挑戦していきたい。その足がかりとしてカトゥーンで頑張るんだ。カトゥーンはそれぞれの個性が強く、不良やワイルドといったイメージの強いグループでした。しかし、それはイメージだけではなく実際に言葉通りだったのです。イエーイ！イエーイ！君可愛いね。俺ハーフ系好きなんだよね。気に入ったら持ち帰ったらいいじゃん。当たり前だろ、ユウ。高雪も智久も飲んで飲んで。オッケー、山田飲みまーす。てっぺんも飲めよ。赤西さんは赤西軍団という軍団を作り、六本木のクラブで派手に遊んでいました。赤西軍団のメンバーは白田優さん、山田孝之さん、小池徹平さん、山下智久さん、錦戸亮さんなど、そうそうたる顔ぶれでした。赤西さんは赤西軍団でたびたび不祥事を起こして、ジャニーズ事務所から怒られる事態に発展しています。今日は AKB メンバーの子たちが来るぜ。パパーっとくどいて、ささっとやるか。こんばんは。いらっしゃい。こっち来て飲もうよ。ここのマンションって誰のものなんですか？ここは俺たちが共同で借りてるマンションなんだ。綺麗でしょう。部屋もいっぱいあるし、君が望むんなら二人っきりにもなれるよ。ジン君顔近い。ドキドキしちゃうよ。やっぱり AKB だけあって可愛いね。もう。一緒にベッドに行こうよ。いいよ。まだそんなつもりじゃない。どうしたんだよ。何があったの？いい感じになってたから手を出そうとしたら急に泣き出しちゃって。面倒だな。たくもう帰らせようぜ。可愛くもねえのに泣きやがって。もういいよ、お前ら帰れよ。今日はもう帰ろうね。うん。まったく、大して可愛くもないのに泣くとかありえないっしょ。もう AKB みたいなのは二度と相手したくねえな。赤西たちってこんなことやってたのか。でもこれはかなり信憑性の低い噂なんですよね。そうなのか。確かにこんなことやってたら俺の耳にも入ってきてそうだけど。ブブカで報じられたようなのですが、これといった他の情報が出てこないんですよね。メンバーが脱退した理由としての AKB オタクの創作という意見もあります。まあ記事が出てるんなら本当の可能性もあるわけか。こんな報道が出てもおかしくないほど赤西軍団は遊んでいたようですからね。この他にも赤西軍団は女性の携帯を奪ってヤマピーが書類送検されたり、メンバーの元テニスプレイヤー宮尾昌司さんが大麻所持で逮捕されたりと、いろいろな問題を起こしています。
元から悪い噂が多い軍団だったのか、いろんな話が出てきてもおかしくないな。また、赤西さんはファンの女性からお金をもらって会ったこともあるそうです。それには、東谷さんと白田さんが関わっていたようです。知り合いの女の子が赤西の大ファンで、働いてるお金を赤西に会うためにずーっと貯めてるらしいから、合わせたってくれへんかな。金を払って会うってことですか？そうや、300万ぐらいやったら払えるらしいし、ちょうどユウも金ないって言ってたからええかなって思って。ちょっとジン君に聞いてみますね。もしもし。あ、ジン、ファンの女の子がジンと会いたいって言ってるんだけど。300万ほど払えるらしいから、その子と会ってみんなで山分けしない？いいよ。いいの？助かる。ユウもお金ないって聞いたから、俺がその子と会うだけでお金もらえるならいくらでも会うよ。ありがとう。今度のライブの後楽屋に来てくれって伝えて。わかった。ジン君からオッケー出ましたよ。ほんまか、やったな。女の子に伝えとくわ。当時お金に困っていた白田さんがどうにかお金を手に入れるために赤西さんを利用したようですね。赤西さんはこれに同意していたそうなので、お金のためにファンに会ったことになりますね。おーい。わあ、本当に赤西くんだ。君か、僕に会いたいって言ってくれた子は。わざわざ会いに来てくれてありがとうね。いえ、会えて嬉しいです。握手してください。握手だけでいいの？サインもしてあげるし。そうだな、このグッズもあげちゃおう。最高です。一生の宝物にします。喜んでもらえて嬉しいよ。俺この後も用事あるからもう行かなくちゃ。いえ、ありがとうございました。今日は会えて嬉しかったよ。気をつけて帰ってね。ガーシーさん、お金もらいました？おお、もらったで。この金は白田と赤西と俺で山分けや。やったー。あの女の子から300万もらったから、一人100万円や。ファンの子と10分くらい会うだけで数百万円も手に入るなんて、美味しい仕事だな。やったー、100万円だ。お金、お金。赤西さんと会うために女性が働いて貯めた300万円の3分の2が関係ない2人に入っていると考えると、女性はかわいそうですね。それにしても大金を積めば誰でも会えてしまうアイドルというのは問題ですね。あー、女の子がかわいそうだよな。せめて全額赤西に行くならいいけど、わけわからんおっさんと関係ない仕事言うにお金が行くのは報われないな。これはガーシーが暴露していたことなので、実際にあった可能性が高いですね。 LINE のスクショもあるって言っています。赤西ってやんちゃなやつなんだな。それが赤西さんは結婚してから随分とおとなしくなったんですよ。赤西さんは黒木メイサさんと2012年に結婚しました。それは2011年秋頃に共通の友人との食事で再会したことがきっかけでした。久しぶり、メイサちゃん。久しぶりだね。もう6年くらい会ってなかったんじゃない？そうだね。今はどんなことしてるの？そうだね、いろんな音楽活動をやってるよ。そうなの？どんなジャンルの曲が好きなの？赤西さんと黒木さんは音楽の話で盛り上がり、再会してすぐに交際に至ります。もともと赤西さんははっきりした顔立ちのハーフ美人が好きだったのも交際に至った理由かもしれません。ねえジン、赤ちゃんができたの。やった、結婚しよう。これからはいい父親になれるように頑張るよ。2012年の3月にできちゃった結婚を発表。交際からわずか3ヶ月のスピード婚でした。事後報告になって申し訳ないんですが、黒木メイサさんと結婚させていただきます。何？赤西仁と黒木メイサが結婚？何言ってるんだ。これからも頑張っていくのでよろしくお願いします。さすがに今まで好き勝手にやらせてあげてきたけど、これはダメだよ。ツアー中止とドラマの降板くらいのペナルティは受けてもらわないといけないよ。事務所に事後報告した赤西さんは、事務所との関係が悪化して2014年には契約満了としてジャニーズを退所することになりました。結婚後、赤西さんはイクメンパパとして家族との時間を大切にされているようです。黒木メイサが悪かった赤西を更生させたってわけか。そうなりますね。
ちなみに赤岸ってどんな元カノがいるんだ？そうですね、噂されている人だと上原貴子さん、里奈さん、藤本美貴さん、加藤ローサさん、加新優さん、北野キーさん、リジーさんとかがいますね。半分以上がハーフだし、本当にハーフが好きなんだな。週刊誌に写真を撮られた時もハーフ美女4人をはべらせてましたしね。ところで赤岸はジャニーズ退所してからは何やってるんだ？2014年にジャニーズ事務所を退所してからは自社レーベルを立ち上げて歌手活動をしています。あんま名前聞かなくねえか？中国で人気だそうですよ。年間5500円のファンクラブに3万人以上の会員がいるので、ファンクラブだけで2億円以上稼いでます。すごい金額だな。元から海外中心に様々な活動をしていきたかったようで、そのためにカトゥーン、ジャニーズを辞めたようです。すごく自分勝手に見えるけど、成功してるし、ジャニーズに収まる器じゃなかったんだな。